半自動アーク溶接、半自動アーク溶接、半自動アーク溶接、英語、セミオートマティックアークウェルディングとは、アーク溶接の一種である。単に半自動溶接とも言う。半自動アーク溶接とほぼ同じ用途の溶接である。皮膚アーク溶接、しばしば手棒溶接とも言うは、いわゆる溶接棒を溶接材として使うが、溶接棒は、比較的、短いためしばしば短くなった。 溶接棒を交換する必要があり、大量に溶接を行うには必ずしも適していなかった。このため開発されたのが溶接材として非常に長いワイヤーを使う半自動アーク溶接である。半自動アーク溶接では溶接材料としてワイヤー、アークのシールド材としてアルゴンや炭酸ガス等を用いる。ワイヤーガスも連続的に長時間供給できるので、 手棒溶接と比較してその能率は圧倒的に高い。溶接材料は自動的に供給されるが手作業であることには変わりがないので、この溶接方法は一般的に半自動アーク溶接と言われている。学術的には半自動アーク溶接はガスシールドアーク溶接の一種であるが、単にアーク溶接といえば半自動アーク溶接のことを指すほど一般的である。 半自動溶接はガスシールドアーク溶接なので風に弱く屋外では使用しにくい。主に工場内で使われる。右の図は半自動アーク溶接で使用する機器を模式的に表している。溶接は溶接統治で行われる。溶接統治は溶接岩とも言う。溶接対象ものは溶接が行われる加工物である。いわゆるワークや製品のことだが、 特に溶接に関して記述する場合は、母材という言葉で表す。母材はアースで溶接機の電極につながっている。このアース線は大電流が流れるため、太いケーブルが使われる。溶接機は電力を供給する装置で、数十キロワットの出力がある。また、送給装置、ガスなどのコントロールを行う。送給装置は溶接ワイヤーを当地に送り込む装置である。 ワイヤーの送給速度は溶接機により緻密に制御される。溶接ワイヤーは糸巻き状に巻かれており供給装置により引き出されホースを経由してトーチに送り込まれる。トーチにはボンベから送られてくるシールドガスが供給される。シールドガスは実際には溶接機を経由し溶接ワイヤーと同じホースの中を通りトーチに供給される。右の図は 一般的な半自動アーク溶接の仕組みについて説明したものである。は、まあ、溶接の当地の進行方向を表している。溶接材は直径 1mm 前後の母材と同じ金属を主成分とした溶接ワイヤーでる。ワイヤーはコイル状に巻かれており、送給装置によりコンジットチューブを介して当地に送られる。当地では溶接電源から送られてきた電気が コンタクトチップを介してワイヤーに供給さる。溶接ワイヤは電極と溶化剤を兼ねていてワイヤーの先端からはコンタクトチップから送られてきた電流によりアークが形成される。トーチからはワイヤと同様に溶接機から供給されるシールドガスが噴射されアークを大気から保護すると同時にアークそのものともなる。シールドガスはアルゴニアに酸化炭素がよく用いられる。 溶融値は溶接ワイヤーと母材が溶けて溜まっている場所で溶接を行うときはこの場所をよく観察しなければならない。シールドガスはホースを介して当地に供給される。ガスはオリフィスにより圧力を調整されノズルより放出される。放出されたガスはアークを包み込み大気からアークを保護する。 ワイヤが溶接母材と接触するとアークを発生しその熱で溶接材と母材が溶融する溶融値ができる。これが冷却して固まると溶接ビードになる。普通、アーク溶接の溶接ビードは供給された溶接ワイヤの分だけ盛り上がる。大きな溶接ビードが形成可能なのもアーク溶接の特徴の一つである。ワイヤはアークにより 激しく溶融支障を申するが、送球装置により連続的に送られてくるので、アークは持続し、ワイヤーが続く限り連続して溶接することができる。溶融値は液体なので重力の影響を受ける。したがって、正しい溶接を行うには、溶融値を水平に保つ必要があり、溶接対象を自在に傾ける設備が必要である。溶融値が水平でない状態での溶接も可能で、 あるが、溶接不良が発生しやすいので、溶接を行うには、高い技量を持った技能者が必要となる。右の図は、半自動悪溶接で使用するトーチのノズルの部分の小サイズである。トーチ本体は、トーチのベース部分で手で持つところにつながっている。トーチ本体は、絶縁体により、ワイヤーに供給されている強烈な電気から、絶縁されている。 溶接機から送られてきたシールドガスはガスの噴出口から噴射される。実際にはガスがスムーズに流れてアークをシールドするようにオリフィスという穴の開いたカバーがこの上に取り付けられる。この図のトーチではこの部分は電極としても機能している。溶接機から送られてきた電流はコンタクトチップにワイヤーが接触することにより電流がワイヤーを流れる。 摩耗したり溶けたりするので時々交換できるようにネジが切られている。これらのトーチの核心部は溶接ノズルにより覆われている。これはシールドガスが拡散しすぎないように全体をカバーしている。溶けたりスパッタがついたりして傷むので交換できるように抜き差し式になっている。半自動アーク溶接は使うガスの種類や溶接の対象金属などの違いで様々な 溶接方法が開発されている。鉄を溶接するものとしては、マグ溶接、炭酸ガスアーク溶接がある。アルミを溶接するものとしては、ミグ溶接がある。これらは、使用する機材も用途もほぼ同じである。違いは、シールドガスの種類が異なるだけと考えてよい。厳密には、マグ溶接、炭酸ガスアーク溶接と、 半自動溶接とは別の概念であるが、実用上、半自動アーク溶接ではないマグ溶接、ミグ溶接、炭酸ガスアーク溶接は例外的なものと考えてよい。ロボットなどに、半自動アーク溶接をさせることを自動溶接と呼ぶことがある。人の手に代わって、ロボットが作業を行うもので、溶接自体のプロセスは同じものである。炭酸ガスアーク溶接。 ミグ溶接、マグ溶接の違いは以下の通り。アークの状態はシールドガスによって変わるため、用途に向き不向きがある。適用範囲は広く、金属構造物全般に利用されている。他のガスシールドアーク溶接としては、ティグ溶接があるが、溶接材を自動的に供給するものはまだあまり一般的ではない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。